お前、なんかイケメンになったな。間違っても、さあ、北上の裏祭りを盛大に楽しんでいただこう。聞いた神神神、とか言わなそう。こんなの僕の知ってる管理人じゃない。管理人はピーチドンを刺激して伝言係を洗脳し、村人をワキワキさせまくるんだ。村人がワキワキしてる中で管理人は裏祭りを始める。スパイスを食い荒らしたピーチドンは、すぐりと主人公を襲うも破れた。管理人には世界を管理する野望を語りながら、使えないピーチドンを主人公に託して北上を去る。本当の鬼は人の心の中にある闇なのかもしれないと、すぐりのじっちゃんが締めて終わる最高の物語だったのに。なんかじわるな。最初から言ってねえよ。ちなみにお値段は、メルカリ価格で500円前後。ワンコイン G さん。同じパックに収録されているカードで一番高いのは、スイレン SAR が管理人の大体15倍くらいですね。これが G さんと未来ある女の子まさか。やっぱこの人には名前つけるべきだったって。管理人さんかもしれないだろ。管理人。最初からイケメンなんだが、娘も可愛いしな。孫じゃないのか。この人若い頃はイケメンだったのでは。ないな。北上の最初のパックでなんでこいつなんだろうとは思う。そりゃ北上だからさ。子供がなけなしの小遣いでこの人掴んだら泣いちゃうでしょ。ボロクソでくさ。投資家でもなんでもないけど別に解説しなくてもわかるわって感じのことしか書いてないな。性能さざれでくさ。これでデッキ必須レベルでも困るでしょ。たくさんの北上ハゲをバトル中に見れるなんてファンタスティックだろ。見てるだけ愉快な光景は見れそうだな。ポーズだけは黒幕っぽい。私だけがこの世界を管理するのです。聞いた神神神。私のカードを買ってくれたそのお金で北上帝国を築き上げるのだ。ありがとねえ子供たち、神神神神来た来た来た。桃沢商店のばあさんと共謀して桃和郎を目覚めさせキビキビ騒動を起こした黒幕全陰謀論。ご自由に食べてくださいと書いてあったあのメモ書きってそういう？水蓮みたいに過去作女の子入れちゃダメだったんですか？大丈夫だ、雇用も管理人と同じくらい安いので年齢は関係ない。チンついてたらな、歴代でついてるやつだったら誰が人気なの？ N 書き花じゃねえをトレーナーで高い値ついてるの。こないだカードやブラッド見たらなぜかチェレンが2万円しててめっちゃビビったわ。なんで？10年くらい前の古いカードだから。コロナ前は1000円くらいで買えたが、コロナ以降の第2次ブームではフル SR サポートカードおおむね3ムーン中期の第1次ブーム前までにリリースされた BW? 3ムーン初期は男でも高め。そこに女の子補正がつくと諭吉に桁飛ぶの当たり前の世界になってもっとやばいけど。セイボリーが女と勘違いされて高値がついたという話を聞いたことがある。勢力と価値はなのかな。じゃあ管理人にも勢力を働かす何かがあれば価値がつくってことだな。とりあえず若返ってもらって性転換してもらえば良いんじゃないかな。全否定じゃねえか。もしかしてきたきた親父か？懐かしいな。男はまずレア枠に選ばれるのが割と大変なんだ。スター団では襲名が漏れてしまった。赤松も怪しいかもと思ってる。妖怪リモコン隠し。くさ。チャンネル変えようとするクソガキどもが悪いよ。おは管理人。リモコン隠してんじゃねえよハゲ。え、年派もいかない子供に寄付を迫るすじゃなかったの？トレーナーズカードだけど作中でポケモントレーナーとして描写されてた覚えがまるでない。見た目だけならホラー映画に出てくる里の演習に詳しいジジイなのに。行ったんか、お前さん鬼が山に行ったんか、ポジションかと思ってた。コルサ、襲名、デホールよりもレア度の高い謎の男。選出の基準が謎すぎるんだよね。モブトレーナーの女の子でええやんかん。ブライア先生しかり管理人しかり専用のグラールのにポケモン勝負できないのなんかもったいないよな。住職っぽいみたいだしそれにちなんだポケモン使ってほしいドータくんとか。でもブライアは多分おっぱいあるからカードはなるし SAR もあるよね。ブライアはかっこよくも可愛くも自由にできるから資産の技量と内容で価値が分かれるな。生産量増えて手前ほどのことにはならないと思うが、ゼイユタロネリネという名のある人気女子がまだ控えているという事実。ゼイユは次だぞ。ポケカミンの好きそうな黒髪ロングのお姉さんだぞ。でもブライア先生のサートカレホールと一緒に鬱陶してるぐらいしか思い浮かばないが。物上に読書してたら文学美女に見えるかもしれん。